なんか妊婦中って着る期間が決まってるから、はいはい、絶対買わないってなんか一人目意地になった、はい、だズボンもここ全開開けて履けばいいんだって言ってニット着て見えないようにしてこう全開もチャックもボタンも全開だけど、はい、アイドルだったのにでもそれすらもやっぱ入らなくなって、はいはいはい、もうここのお尻っていうかで、でもう次の日旦那に泣いて着る服がないって言って泣いて伊勢丹行こうって言われた買った方がいいでマタニティの服を買って黒いズボンとデニムっぽいズボンは買った、ね、でももったいないって思っちゃいますよね。これいつ着るんだろうっていうね。わかる。